そうしよう。貸します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 。ほんまに欲しいでしょ。捕まえたいですよね。早く羽から年齢が分かったりとかわからへんから、もうこういう時代来へんな。おととしまで。だから、おととし。去年から来てる。去年から来てる。何年やったんですか？20年。23歳で死んだ。年齢が。23歳で死んだ。うん。だから、来てないのが死んでたとすぐな。23歳で死んだ。ああ、そう。はい。ちょっと待って。で、その最初に来たのが、3歳。そこから20年来てるので。でもね、そのブルーすごいですよ。去年来なくて新聞に載ったんですよ。今年も来なかったって新聞に載る。何それ、すごいな。それ今年も来おへんっていうので新聞に載る。すごいですね。そんだけ地域に入れ出したのに載るかもね。地元の人が今年も来おへんって言って新聞に載せるか。すごいな。大変さですね。ここの大橋様の泊まりが寒かった時にゲルスがついてた。おお。広田もすごい近かった。すぐそこです。目の前に来た時にもうピヨンを食べて、わあこれテグスだ、ちょっとやばいって言って向こう帰った時に見えなかったのルアー。でもテグスだけがこれに絡んでおかしいから絶対にルアーあるはずやしって言って、まあ針だけでも口の中には大変やから言ってずっと観察して持ったらトンビや。多分そのキラキラするのがすごい気になったんだね。奪いに行ってきて、ほんで大橋が驚いた時に落ちたの。でプラーンって聞いたらこれぐらいいったら下がったの、上がりが。うん、で、こうだけ。ああ、そうなんだ。どうしたの？ブラザーとまま。もう見えないですよね。ブラザーとままです。で、そのブラザーとままないと面白くて、全部食べ終わったと、なんとかそれ肉変やと思って食べたいんで、そのルアーを手繰り寄せようとするんだけど。せんべい。カラスは食べるんですよね、それを。せんべい。それはできんねんけど、いいことがね、あれできるんです。カラスはできちゃうんで。大橋はできない。よかった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 よ。まあ、食べても多分ね、あれはまあ、勉強するんだけど。でもかかってしまうかもしれないですね。その先代が亡くなったやつ、もしかしたらそういうのちゃうか。